始まりました。りなです。コンコンです。そして今回もココちゃんが来てくれました。はい、よろしくお願いします。というわけで今回はですね、はい、中国語でなんて書いているかをイラストで当ててみようのコーナ ー。早速やっていきますか。はい、しかも今回は罰ゲームがあります。何？罰ゲームは後ほどということで、はい、早速ゲームに参りたいと思います。負けないように、ね、最初のお題はこちら。じゃーん。これはもうそのままじゃないんかな気がする。泳ぐ衣ってことは魚系。これを、イラストで、あ、イラストで、うん、描いてもらいます。泳ぐ衣でしょ。衣？はい、鱗みたいな感じ。それは、リナも正解わかんないから。書けましたか？書けました。じゃあココちゃんから。え、ちょっと待って、全然違うかも。じゃん。魚？魚？あ、もう魚っていう服に。魚って、もうわかんないから。え、じゃあもしこれがマグロだったとしても正解だし、鮭だったとしても正解。めっちゃずるくない？ね、いいですか？それでも超ずるいけど、魚？魚。まあでも魚じゃないと思うから、リナは大丈夫。何？え、リナさんじゃあいい？じゃん、水着。あー、ね、私も水着。ねえ、もうさ、回数慣れてるから。慣れてない、慣れてない。絶対慣れてない。泳ぐ、泳ぐからね。水着でーす。イエーイ。あ、次のお題はこちら。じゃん。出てるんですけど、熊猫。あ、わかった。なんでわかるの？これはね、簡単。なになになに、熊猫って。超簡単。熊猫？でもわかんないけど、これでいくか。熊っぽい猫ってこと？猫っぽい熊的な感じ？ちゃうか。リナ間違えてる気がするな。熊系の猫ってこと？猫系の熊ってことでしょ？これはね、でもわかる気がする。誰でも。あっちかな？これは。え、ココちゃん、これでいい？うん。はい。なにこれ？え、動物。さっきからさ、くくりでかすぎやって。でかいね。じゃ動物やとは思うね、リナ的にも。でも動物やった時に正解もらえへんよ、これ。ライオン？ライオン？ライオンって絶対もないよな。熊で猫でしょ。トラ？どっち？トラ？これにしますか。トラ。トラ。ちなみにリナはライオン。え、わかんない。マジですか？パンダでしょ。え？パンダ？クマの猫、パンダなの？え、正解見てみましょうか。これライオン常識じゃないですか？パンダ！なんでわかるの？これはね、でも常識ですよ。マジ？常識ですよ。罰ゲームあるからね、今回は。はい。続いてのお題はこちら。じゃーん。何これ？え？これなんかに蜂。ハチなのこれ。サルって似てる。ハチ存在しないよ、日本に。日本に。ヒントください。ヒント、なんか何系か。動物。爪ありそうじゃない？なんか爪が生えてそう。どう？爪系。わかんないもん。絵だよね。さっきと同じになっちゃったんだけど。もうわかんないので、もう勘です。勘。はい、ごめん。はい、じゃあココちゃんからいきますか。で、さっきと同じ。同じやん。これさっきと同じ、もう同じしか書けないよ。これは何ですか？これね、キツネ。キツネ？キツネ。これさ、さっきの絵使ったの、そのまま。うん、消してる。同じ、書ける。他同じの。キツネ？キツネは、猿なんだけど、うん、猿じゃなくてもっと深いとこなのかなと思うと、チンパンジーにかけようかな。チンパンジー。チンパンジー。なるほどね。これでチンパンジーって読むのかな。いや、わかんないけどさ。じゃあ私はイノシシかなと。あ、でもさ、イノシシって漢字あるじゃん。あるけど、なんかでもさっきもキリンも違かったもんね、前にね。みかんとかも意味わかんない感じだったから。え、可愛い。え、なんかウリボみたいですけど。待って。基本的にこれが猿っていう字っぽいなって。うん、まあまあ、獣。いくよ。はい。猿。おい、そのまんまでした。で、猿はどう？点数なし。でもチンパンジーってマジ猿やって。だって、ゼロ。ゼロ。おい、今の OK の丸？OK じゃん。OK。よかった。
最後ね。最後最後。じゃあこれ当たったら2ポイントにしたい。そしたら同点になる可能性ある。オッケー、じゃあ同点になって全員で罰ゲームの可能性もあるとして、そうしよう。最後は2ポイントでいきたいと思います。でもこれ難しいわ。肉。何これ。また出てきたこれ。ねえ、これ食べ物だと思うんだよな。確かにね、肉って入ってますもんね。肉が入ってるものってもうあれじゃない。肉。これさ、まんみたいな感じ、うん、なんかまんじゅうとかに使われない、うんうん、え、この感じぐらい長いですか。もうちょい短い。肉まんとかってこと言う。一文字足りてねえぞみたいな。いや、わかんないですよ。向こうでは肉入りまんじゅうとかかもしれない。肉まんって絶対他に感じあるけど、もう肉まんでいこう。言っちゃおうじゃん。わかんないけど、いくよ。はい、肉まん。私も肉まん。マジでシューマイ。おー、おー、そういうこと。ちょっと待って、これだよね。もしかしてシューマイなんじゃないの。頼む、肉まん。やったー。イエーイ。というわけで罰ゲームはここちゃんでーす。マジか。というわけでココちゃんが負けたので、ココちゃんには罰ゲームで、今回は罰ゲームというか、うん、当たりかもしれないですね。当たり、水着やってもらいます。見てる方はね、うん、当たりですよ、罰ゲームじゃないですよ。まあちょっと寒いっていうだけで。そうそう。というわけで、じゃあココちゃんには着替えに行ってもらいたいと思います。はい、行ってきます。はい、というわけでココちゃんに水着になってもらいました。着替えてきました。いや、素晴らしいね。すごい。やっぱりさ、こうダンスも踊ってるだけあってさ、うん、体が引き締まってて綺麗だね。うん、いや、素晴らしいよ。ありがとうございます。罰ゲームなんですけど、水着になってもらうだけじゃちょっと寂しいなってことで、うん、そうですね、ちょっとグラビアポーズよかったらのサービスしてサービスいいですか。じゃあ皆さん、いいですか。はい、うー、いいですね。うるさいよね。かわいい。こんな感じでどうでしょうか。いいです。ありがたい。ありがとうございます。あと、なんか告知なんかあったらぜひ。はい、DVD が、スイートココ11月20日に発売されてます。ぜひ見てください。はい、そして2021年に、はい、またあのライズのラウンドガールになりましたので、うん、よかったら格闘技見に来てください。はい、これからも応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。というわけで、はい、チャンネル登録、高評価、コメント、そしてココちゃんの SNS もチェックしてみてください。以上、しゃべちゃんでした。ありがとうございました。